エル・アラビヒレルスダニーは、アルジェリアシュレフ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。地元クラブの ASO シュレフの下部組織でサッカーを始めた。2007から08シーズンは24試合で11ゴールを記録し、ジャフットの年間最優秀若手選手賞に選出された。2011年6月、当時フランス2部のルマン FC の入団テストを受けたが、移籍は実現しなかった。 同年8月、ポルトガル一部のビトーリア SC に移籍した。2013年5月、クロアチア一部の NK ディナモザグレブ移籍が発表された。2014年9月18日、UEFA ヨーロッパリーグ2014から15、グループリーグ FC アストラ戦でハットトリックを達成した。UEFA チャンピオンズリーグ2016から17の レッドブルザルツブルク戦では延長前半5分に決勝ゴールを決めグループステージ進出に貢献した2018年6月29日ノッティンガムフォレスト FC に3年契約で移籍した2011年6月4日アフリカネーションズカップ2012予選のモロッコ戦でアルジェリア代表デビューを果たした2014年6月17日 2014FIFA フ ワールドカップグループ H 初戦のベルギー戦に先発出場し、FIFA ワールドカップに初出場した。3試合目のロシア戦は途中出場、決勝トーナメント1回戦のドイツ戦は先発出場し、延長戦前半までプレーした。ありがとうございます。